てなわけでございまして、3月号でございますね。もうやりたいことをやってる番組でございますんでね。じゃあまず先月号を見たこと、見てる方もいらっしゃると思いますんでね。このスタジオで今の映像を撮ってる時点で、僕はウクレレを習って2ヶ月。ね、2ヶ月でどれぐらいできるようになるか、聞いていただきましょう。クレイジー G 2ヶ月バージョンというものですね。もう YouTube でこれは覚えました。先月の見ていただけるとわかるんですけども、お誘い受けて習い始めて2ヶ月目、まあ、の周りは奥様方、奥様方はまあ忙しいんですよ。その合間に習ってるんですけど、僕暇ですから毎日ガンガン練習できる。おばさんたちのレベルをはるかに超えてしまいまして嫌がられております。まあ、そんなことでございましてね。ただそれだけやってたって、まあ芸がないからね、ちょっと変わったことをしようということで、これでございますね。先月の一脚についている花笛、これをプラスしてみました。先月はカエルの歌を別個にやりましたね。それじゃあ、まあこれがカエルの歌を一緒にやるとどうなるかということで、はい、新しい言葉を作りましたね。花笛プラスウクレレ、離れれね。こうなってきますとですね、全て形から入りますし、もうちょっと欲しいな、芸名が欲しい。これなりきりでしょ。落語家だってね、 ほぼね、君は今日から落語家、名前はこれだよって言うんでね、つけてもらうの、師匠にね。これ洗脳ですから。で、新しい自分作ってから、なんか新しいことを始める、これね、すごい、もう人間って結構単純ですからね、もう違う人格になれちゃうんですね。まず考えたのウクレレやるんでね、でシャレでやってるんで、でウクレレの、まあ、今有名な方ってジェイク島袋さんっていうじゃないですかね。で、我が落語芸術協会ハワイアンっていうのを夏にやっておりまして、ウクレレやってる方結構いらっしゃるんですよ。おばさんね、おばさん、お姉さんかね。でこうやってこう僕が楽屋でね、ウクレレ持って歩いててさ、レッスンレッスンなんて言ってね、すごく食いついていくんですよ、ウクレレに。まあやってるのみたいな、はいね。でね、いろいろ教えてくれるんです。チヤホヤチヤホヤ、やってよかったなと思って、チヤホヤチヤホヤ教えてくれるんですよ。で、相談しました。ただね、新山麻里先生という方がですね、満タンの新山麻里先生が、なんとこれこういうのどうってね、考えてくれた。こういうのどう、こういうのどう、フェイク沼袋、フェイク島袋はヒットしちゃったんですよ。ね。島袋の偽物だって出てきたんですよ。でもそれじゃあつまんないから。島袋、いいじゃん、そんな、沼袋で、あんたなんか島じゃないわよ、沼よとか言われて、ドロッとした感じなんでしょうかね。だから、これをやるときは、フェイク沼袋として名乗ってやろうかなと。そんなわけで、じゃあお待たせをいたしました。ウクレレを前に持ってきて固定します。ね、足でも固定してます。できるんですね。簡単ですね。すごいびっくりしましたね。これ私に教えてくれたね、
花笛ニストって方いらっしゃるんですけどね。でね、この間その方が花笛に出会って10周年とか言って、まあ、第一人者って言ってネットで、まあ、こういうご時世ですからネットでいろいろ出してるんで、その人の指示を仰いだりはするんですけどね、まあいろいろね、うん、こっちも簡単こっちも簡単、パターン的には変わんないんですけど、簡単な曲っていうのはいろいろあるんでね、こういうのもできるようになりましたね。放送ができるか心配ですが、日曜日からの使者という今それいけニューティービー、こういうのをやってると、ね、難しいことやりたくなってきちゃったりなんかいたしましてね、で、あのYouTube でいろいろ検索するとやっぱり出てきますよ、ウクレレで簡単に弾ける曲なんてね。これがね、うちでやってるとね、なんかうちの娘もなんかおもちゃのピアノ弾いたりなんかして、結構アットホームないい感じのなるんでございますよね。普段はもっと上手いよ。まあ、ここまでやりますとですね、まあこれ木でできておりますしね、ここ一気にね、あのいろいろ鼻水が溜まってくるんでね、鼻水にが木についているこの感じを表現したいと思います。まあ、とりあえず最後にやっといたらもう終わりだなっていうのが分かっていただけるんでね、非常にいい感じで、まあ、私の、まあ、こういう生き方をしててありがたい部分はね、あの落語の後に無理やり自分の趣味を披露してお金をもらって帰ってくるっていう、そういうようなことができるんでね、こういう造語を作って、あの電波に乗せて発表しましたんでね、これは僕が言い始めたね。離れ、これもね、ヒットはするんですけど、鼻の前でウクレレを弾いてるって人たちが出てくるので、鼻笛プラスウクレレで鼻、離れれっていう風に言って、歌ってやってる人は、とりあえず僕が最初ということで。いや、僕の青春を全てかけて今まで走り抜いてきたこの番組ですけども、こうご期待ということでね、よろしくお願いします。